はい、どうもコミです。さて本日はボブソンファミリーさんから見ていきたいというふうに思います。今日タンホール13をね中心にやっていこうと思うんですけども、タンホール13で敵味方問わず、まあ、大体どのクランでもやってくるなっていうね攻め、アカウント持ってる方は割と肌身で感じるんじゃないかと思うんですけども、ディガホグなんですよね。タンホール14でのディガホグって結構難しさが増してきていて、使えるプレイヤーがちょっと限られてきつつあるんですけども、タンホール13におけるディガホグって、まあ、そのタンホール13がマックスタンホールだった頃を現役でやってる人は、もうめちゃくちゃ記憶にあると思うんですけど、もう無双級に強かったわけですよ。これ、ほんと強くって。まあ、実際僕もよくお世話になりました。なったんですけどね。その戦術っていうのが、やっぱり今タンホール13でにおいて今の環境でも強いんですよね。みんな使ってるっていうところがあって、じゃあそれがなんでなのってところをね今日は見ていきながら、そのディガホグの使い方に関してもこう触れていきたいというふうに思っています。というところで、まず1本目のリプレイはこれですね。喉の調子が相変わらずよろしくないんですけど松尾さんがディガホグ結構、この紡ぎ組さんの中ではされますね。ボゾンファミリーって紡ぎ組さんのファミリークランですけども、の中ではされます。んで、タウンホールと防衛援軍をとにかく食い火で見るんですね。で、1個、そのめちゃくちゃ、この食い火がやりやすくなった理由、これね、1マス先のこういうところに食い火が入りやすくなってるんですよ。これね、どっちにね、昔よく転ぶかっていうと、こういう風に外行っちゃうことがすごく多かったんですね。でも今の環境そうじゃなくって、中にこう入りやすいんですよ。入っていきやすいから、この1マス空きの部分をうまく使って食い火が誘導しやすくなったっていうのが1個あります。で、そのためにウォールブレイカーがだから節約できるんですね。この場合とかだったら。しっかりサイドカットすれば間違いなくここに入っていくということなんで。で、さらに防衛援軍までしっかり処理できる回復力と攻撃力っていうのを食い火が兼ね備えているというところ。これ、タウンホールのその爆破ダメージと、あと遅延効果、まあ、スピードがゆっくりになっちゃう効果だけなんですよね。で、タウンホール14の食い火だと、タウンホールが壊れたののポイズン効果に巻き込まれちゃうんで、結構話が変わってくるんですけど、タウンホール13の場合、ポイズン効果っていうのがないので、食い火がなかなかね、タウンホールと相対してもやられないんですね。で、今回おそらく松尾さんね、ここのところに壁穴開けて、こういう風に流していきたかったなと思うんですけども、ちょっとこれは当てが外れたものの、このリカバリーですね。しっかりこうフリーズで固めてあげて、で、このヒーラーを延命させながらクイーンで、マルチを折っていく。で、リカバリー的な形になってるのかなと思うんですけども、多分ホグライダーこの面から出てきますね。こういう風にガーッと。で、クイヒーディガホグやる場合に一番見なきゃいけないのは援軍処理とタンホールです。これをクイヒーパートでやっておくっていうことが、まあ、別にマストではないんですよ。絶対ではないんですけども、なるべくやっておくと、最悪その後クイヒーがやられちゃっても、ディガホグにヒーラーがスイッチして、ガンガンヒーラーが、ディガを回復してくれて、突き進んでいくっていうパターンが生まれたりするんで、これ超大事です。で、もう一個は、今クイーンがこの中の方にこう入ってきてますよね。これ大事です。クイーンが外周をずーっと歩くだけだとうまくいかないんですね。しっかりとアーチャークイーンで中心部分のこの辺っていうのをくり抜いていく。この辺をアーチャークイーンでくり抜く。ことによってディガーと、ホグライダーがしっかりと限定されたルート。今回で言えばこの部分を投下兵舎がね、これがね、ペッカとウィザードが壊してくれてるんで、こういう風に限定された部分っていうのをこう走り切ることができるんですね。そうするとヒールの呪文が打ちやすかったり、あとはグランドウォーデンのトームが出やすかったりっていうことで、ユニットの延命がすごくはかどって、で、最終的にはクイーンも、ロイヤルチャンピオンも、ディガホグもみたいな感じで、みんな生き残ってくるっていうね、ことになります。まあね、ロイヤルチャンピオンはもうシンプルにディガホグパートに混ぜちゃうのが、僕はもう今の環境いいかなっていうふうに思います。それで十分強いですね。圧倒的にそれ、ロイちゃんが仕事してくれるんで、もうそれでいいと思います。で、2本目ですね。これも、タウンホールのこの部分っていうのを狙っていきます。こういった感じね、ガーッと。まずはヒーラーを、アーチャークイーンにつけて、クイヒーの形を作っていきながら、タウンホールを取っていく。で、この防衛援軍の処理がちょっとね、しにくいってところを少し、気にしながら見てもらえたらなというふうに思います。
スニーフゴブリンのカットから、しかもさらにバルーンで両サイドの対空砲、あと大砲をカットしていって、で、アーチャークイーンがまっすぐこういう風にタウンホールに、この壁の隙間から向かっていくルードを作っていきますね。これテスラなんかが生えてきた時用にしっかりこうバルーンでこうね、サポート入れてます。ここでテスラがニョギッと生えてきたりすると、タウンホールにアーチャークイーンが入んないんで、入念にテスラのチェックをしてるのと、仮にテスラがなくても今、あの黒い爆弾見えましたよね。あれ、ホーミング爆弾が、バルーンで吸えますので、まあ、そういった点で、ヒーラーの延命にもつながる、立石二丁のバルーンチェックですね。これすごく重要。で、さらに今ここ、バブリアンキングと相殺しながら、シングルインフェルノもここにありますけども、これね、もしもタウンホール14だったら、ここにポイズン効果が長時間発生するんで、アチャク役のシングルインフェルノを殴り倒せないんですよね。殴り倒せずにここでやられちゃったりするんですけども、このタウンホール13の場合、まあ、12は特にそうなんですけど、タウンホールの、爆破後の効果っていうのが14に比べて少ないので、本当に延命がしやすいんですね。これめちゃくちゃ大きいです。で、今回 のケースをババキンをしっかり外周に使えてるんで、投下弊社プラスバーバリアンキングを外周にこう流していってカットしながら、中心部この部分はクイーンで潰して、で、残ったこの部分のゾーンっていうのを、ディガホグで走らせていく。で、さらに援軍と当たるところでしっかりポイズン打ってますね。このポイズンがめちゃくちゃ重要です。あの、ポイズンによって、まあ、ラバーハウンドだったら無視していきますよね、もう全然。あの、ほったらかしにしてディガホグをガンガン進めていけばいいし、今みたいにドラゴンとかスーパーガーゴールとかが出てきちゃった場合っていうのも、ロイヤルチャンピオンをディガホグパートに混ぜることによって、ロイちゃんがそれ殴ってくれるんですね。で、ポイズンもしっかり積んでおけば、あの、スーパーガーゴイルが出てきたりとかしても、まあ、クイヒー殺しのね、援軍ではありますけども、全然ディガホクパートには怖くないので、ポイズンをしっかり当てて、ロイヤルチャンピオンで処理していくというね、格好を作れば、問題なく処理できてくるというところですね。最終的にこれクイーンがシングルインフェルノに落とされちゃいましたけども、残ったディガーホグの量が圧倒的にあるので、まあ、こいつで最後のこのシングルまで押し切っていて全開という格好ですね。いやー、綺麗。このディガホグはもう、お手本に近いですよね。やっぱり1本目は援軍を、クイヒで処理してから入るパターンでしたけども、今回は、防衛援軍をディガホグパートで処理する、まあ、ディガホグパートっていうか、まあ、そこにいるロイヤルチャンピオンで処理するというパターンですね。違うパターンでしたけども、まあ、こんな形でもう1本別のパターンも見てもらいながら、ディガホグをね完全に身につけてもらえたらというふうに思っていますので、ラスト1本もいってみましょう。なんて言いながらね、僕別に自分がこのレベルにできるかって言ったらそうでもないんですよね。ただ、どんな風にディガホグやったらいいのっていうところが、分かっていないことには練習のしようもないので、このパターンの場合はこう、このパターンの場合はこう、みたいなね、ってところ。まあ、いずれにしてもタウンホールをね、アーチャークイーンで取っていくっていうところ、まあ、クイヒで取っていくっていうところは、まあ、いずれにしてもこう、共通してる部分なのかなというふうに思うので、まあ、それを気にしながら、防衛援軍の処理を、アーチャークイーン、まあ、クイヒーパートでやるのか、今みたいに。ロイちゃんを使って、ポイズン使ってやるのか、その辺のね使い分けっていうのも今のところ2本で見てもらえたかというふうに思ってます。ラスト、さらにマスオさん重ねていきましょう。こんな風な村、ちょっとね見てみましょうか。タウンホールのところにこうアーチャークイーン流し込んでいくとマルチインフェルノが邪魔なんですよね。これで、なんだあいつ、ヒーラーが落とされちゃいます。これねマルチの効果範囲って意外と広いんですよ。こんな感じになってるんでアーチャークイーンこのマルチインフェルノ打てないですからね。タウンホールのこの角に入っちゃったらこういう風に打てないので永遠にヒーラーが打たれちゃうんですね。これでやられちゃいますヒーラーが。でさらにじゃあこっちから入ったらどうか。これむずいですね。ここの壁が空いてるんでどっちに行っちゃうか分かんないですね。こういう風に言っちゃうか分かんないのでこの部分からも入れにくい。じゃあどうするかっていうとここに突撃艦当てていって先にマルチインフェルノ壊しながら防衛援軍もつっちゃうんですね。これでアーチャークイーンに、援軍処理させてからタウンホールを狙っていくというパターンです。こんな方法もあります。やっぱりヒーラーがやられちゃうといくらクイヒー強いって言ったって無理なんですよね。どうしようもないんでヒーラーだけはやられないようにしっかりとこういう横打ちしてくる防衛があったら突撃艦で潰していく。この突撃艦、突撃艦クイヒーディガホグっていうのも結構ね、よく使われる形です。で、これ僕すっげえ間違えましたね。ごめんなさい。アーチャークイーンこっち歩かせますね。こっちガーッと。で、ここディガホグ本体取っていきますね。すいませんでした。おそらくこれクイヒーで取ってもいいと思うんだけど、どうだったんだろうな。この辺のテスラを警戒、多分これだな。
シングルインフェルノがこの奥側にあるんで、なるべくこれ相対したくなかったんじゃないかなって、ちょっと自分の気持ち的に思います。こういう風に入ってた時に、タウンホールの爆破ダメージと同時にその遅延効果を決まったよね。その遅延効果を食らってる最中にシングルインフェルノと当たる。で、そこにスケルトントラップとかがあったら結構きついんで、多分こっちのルートを選んだんじゃないかと思いますね。で、上の方はこんな形。しっかりとキングと、あと東海市じゃないのか、キングでカットをしていきながらディガホグパートでポトっていくって感じですね。で、タウンホール14だとどうしてもタウンホールをディガホグで取るのって難しいんですよね。すごい大変なんですけど、タウンホール13もそれができちゃうっていう、正味ダメージ受けるのが爆破した直後なんで、まあ、遅延効果は入るにせよ、別にそんなダメージ食らうわけじゃないから、ここしっかりと、タウンホールの撃破に合わせてトームをかけていって、でそれでディガホグを守っていくということですね。下方面はもうアーチャークイーンしっかりとここに壁を開けて、この壁開けうまいですね。こういう風に入ってきたアーチャークイーンがこういう風に流れるような、まあ、この壁焼きはもう多分松尾さんレベルにやり込んでいる方じゃないとなかなか難しいとは思うんですけども、これうまいな。でしっかりアジャクインをイグロホに誘導しながらヒールを耐えていってディガホグを守っていくと。でディガホグが盾になってくれるね、ロイちゃんが長生きするんですよね。延々にこう能力も使わずに長生きします。で最後まで投石まで殴り切る余力を残すというところですね。ババリアンキング、このくらいなら全然外資のカット、仕事しまくってくれるんで、これでカットをしていきながら、ロイちゃんで最後投石クロスを刺して、前回まで持っていくという感じですね。どうでしょう？これだけバリエーション豊かに、やりきることができるディガホグって、タウンホール13でのその強さを多分垣間見てもらえたんじゃないかなと思います。マジで使い勝手がいいので、この戦術って、まあ、どんな戦術もそうなんですけど、使い慣れておかないと、細かいところで、自然と手が動かないっていうか、そういうのあるじゃないですか。なんか、よく連動連動っていう言い方をしますけど、練習度合いみたいな感じの連動ね、って言いますけど、それ、やっぱり求められるんですね。どんな戦術やるにしても。なんだけど、ディガホグっていうのは、今見てもらったように、いろんな配置にいろんな形でこう刺すことができるから、連動高めやすいんですよね。とにかくディガホグやっておけば、ちょっとそれをチューニングすることによっていろんな配信に対応できちゃう。これが、まあ、例えば、どうだろう、ネクロマーサーいっぱい使う、ドバッと出すサービス終了編成とかになってくると、やっぱり配置を選ぶんですよね。この配置はやりやすい、やりにくいとか。だからドラゴンもそうですね。ドラゴンなんかも、中心部分がスカスカの配置とか、まあ、そういうのすごくやりにくいので、配置を選ぶんですけど、ディガホグってやっぱね、タウンホール13においては食い火を止める要素っていうのが、止められる要素がそんなにいっぱいない部分も、この功を奏してすごい使える幅広いんで、まあ、こんな形でね、パターンをちょっとパッと頭に入れてもらいながら、いろんな村に試してみてもらえたらというふうに思いますので、タウンホール13の方ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、というところでですね、本日はタウンホール13の食い火ディガホグ見てまいりました。おそらく今の環境一番使われているタウンホール13の戦術なんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、こんな形で自分のチャンネルタウンホール13、14を中心にクラン対戦のアタックの解説中心にやっております。動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。